GBP-JPY 行きました。中央のパソコンの方で、上に取り引きしました。14時48分ですね。シグナル発生して、さあどうでしょうかね。GBP JPY 運が上がってくるといいんですけどね。コーヒーを飲んでちょっとウーロン茶でインナーらしいですね。このところのね、ピークを越すとちょっと安心するんですね。上に上がりやすいんです。左上ですね。左上はシグナルが出て再リセットされたんで、インジケーターの表示がまた分析サイクルで赤文字に変わっておりますけれどね、シグナルが発生しています。左上でね、ちょっとお茶を飲まないといけないんで、ふとね、シャワー準備してミネラルウォーターで沸かしといてます。シャワー1リットル1万5000のミネラルウォーター、セキュリティのあれだな。厳しいところですね、本当いつも。今日は12月2日木曜、2時52分ですね、午後。こちらでも表示してきますかね。いつもきついですね。
今度はね、自動通過国選択も外しましたんでね、全部手入力ですね。大変ですね。どうも2つでやんないと動かしづらいんで処理が遅くなっちゃうんですよね。いやー、シャワー浴びるのがまた楽しみです、この後。大体勝つときってね、上昇していくんですね、下に落ちないでね。